あ、いらっしゃい。今日はお早いですね。北九州市戸畑区にある泉湯です。創業100年を超える歴史ある銭湯で、山水ならではの柔らかなお湯が自慢です。営業前、3代目の木村修司さんは脱衣所内にあるカゴや棚などを入念に消毒していました。結構細かいところまでやられるんですか？じゃないと人が触るところは殺菌しとかんと手間がかかってるし、コロナの前やったらまあ30分で済むのが倍ぐらいですよね。福岡県内に32ある銭湯、社会生活を維持する上で必要な施設として営業を続けていますが、客足は減少傾向だといいます。令和2年と3年比べたら2割は減ってるんですね。だけどお年寄りの一人暮らしとか労働者の人で、その何アパートに住んでる人とかが結構おるから、休むよりはやっぱり営業しとった方が。冷たい山水をお湯にするために欠かせないのがこちらのボイラーなんですが、今この燃料費が経営に重くのしかかっています。このボイラーは燃料は何なんですか？永住油です。これが今値段がどんどん高くなってるから、どうかすれば毎月2000円とかポッと上がるから。泉湯では冷たい山水を沸かしていることに加え、特に冬場は湯壺の温度を保つため、ボイラーを焚く回数や時間を増やすことになり、その分燃料費がかさみます。原油価格の高騰も追い打ちをかけています。今年1月の重油代は9万1300円もかかりました。2年前には同じ量を5万5000円ほどで調達できていたといいます。重油を使う量を減らすために定休日を今週1のところを週2に減らすか、それかもう営業時間を逆に短縮して、その2つしかないですね。市とか国にその補助金出してくれてても、なかなかその簡単に通るもんやないし、でもろっても今度下がったときは逆に今度はどうなるかということになるから。新型コロナと原油高のダブルパンチ、その苦しい中でも営業を続けているのは、銭湯を必要としてくれる人がいるからです。お風呂家にあってもね、やっぱこの銭湯さんのお風呂のが大きいでしょ。だからゆったりして入られるし、なるべくなら続けてもらった方が。後継者もおらんし、もう釜も結構立ってるから、釜が破れたら終わりです。それまでは頑張りますけど、釜が破れたら終わりです。